寒い。めっちゃ眠いのでちょっと部屋着なんです、あのすごいごめんなさいと思いながら、ちょっとめちゃ寒すぎるのでこうお召し物着させていただいて配信させていただく方針にします。暑くなったら脱ぎます。寒い、めっちゃ眠いの。こんばんは。そう、寝るんだけどさ、今ご飯食べ終わってで、ちょっと配信してお風呂入ろうかなって、すぐお風呂入るこうメンタルではなかった。伊達じゃないよ、メガネなんで家で伊達つけるの。伊達じゃない、動画入ってますけど、そのブルーライトカットメガネみたいなのがすごいすごい気になります。確か一緒できそうだって。今日はもうすぐ寝ますよ。めっちゃもうすぐ寝れると思うんだけど。今日は暖かくないだって。帰ってきてでちょっとぼーっとしてご飯食べて、その時はこう別に暖房つけなくても。いけるくらいの寒さだなって思ったんだけど、食べ終わってふーって思ったら寒いなって思って、今つけたよみたいな感じ。あ、でもなんか昼間とかめっちゃ暖かかったですね。めっちゃ暖かかったです。面白くなってきたでしょ。仕事疲れた。なんかお仕事的には別にそんなになんか疲れるような内容じゃなかったんですけど、あの待ちの方が長かったですね。待ち時間でもすごいめちゃくちゃ可愛いお仕事だったので、ちょっとお楽しみに。眠い。あ、単に、あ、睡眠時間が足りないねっていうやつなんだっけ。仕事が体力的にとかじゃなくて、全然あのただただ寝てねっていうやつ。あと結衣がこうめんどくさがってこう昼とかご飯食べなかったせいで、なんか早あのご飯めんどくさいなって今まで後回しにしたので、ちょっと低血糖だったねっていう自分のせい全部。ごめん、大好き。これはあの今ただボニーテールしてるだけ。お仕事の時は違った、その前髪を上げてたけど、その割にお肌ツルツルやね。そんなことない、別に。なんか普通に今はこう肌荒れあんましてないけど、肌荒れするよ。全然全然肌荒れするよ。睡眠不足なの？だってそうだね、なんかあの本当に申し訳ないけどこう昼夜逆転だねみたいなシステム
菜ジュースは苦手だって。どうだろう、なんか野菜ジュースを飲む機会、あのパックとかのやつはよく飲んでました。こんばんは。寝る大人っぽい。今日はゆいなりのこうイメージに合わせて今日の仕事こういう色にしました。眠い眠すぎる。化粧の感じと思ってるね。だって今日はもうめっちゃバッチリな感じで仕事してきました。ここで寝落ちそうだってちゃんと寝て寝ます。今日はもう即寝れる。ネイルの色可愛いでしょ。そうなの。まあでもさ、この画面通したらちょっと違うんだけど、こうちょっとスモーキーな感じでいい感じです。眠いのに配信してくれ。そう、なんかあのご飯食べ終わってふーって一息ついて、うわお風呂今すぐには入れるメンタルじゃないって思ってない、今なう感じですね。眠い。めちゃ眠い。こんばんは爪かわいい。服もかわいい。これは今日はあれです、あのシニオンスターのセットアップ、あのあれにも載ってます、インスタにも載ってるのでぜひ見てみて。こんばんは。強制って何ヶ月ぐらい喋りにくいのだ。でもずっと喋りにくい。うえっ、あーもうダメだー、フリーズだってもうダメだー、おしまいだ。もうセットアップ。おやすみみんな。ゆいはそれが終わるまで寝てるね。やばい、寝れる。これはこれはすぐ寝れちゃう。あなんか配信できてそうじゃない？頑張ってるよ。
と半分ぐらい動いてないのが自分でわかる。寝てしまうんだ。だって寝ていい？こうお風呂の前に一回こう仮眠挟むか悩むレベルで眠い。そう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 、疲れでとか、もうすごい疲れがとかじゃなくて、ただこう睡眠足りないよっていう、そういうシステムなだけ。プルダックは挟みません。そう、今日はもうバッチリメイクで、もう濃いよみたいな、めっちゃ濃いメイクです。ご飯食べてもこんなに口の色残ってる。確かに髪挟むと寝れなくなりそう。濃いメイク好きだって嬉しい。今日はちょっと跳ね上げで、久しぶりに前髪あげるよーみたいな撮影だったので、撮影とかお仕事だったので、久しぶりにおでこちゃんでした。近くてもこうメイクさんの力で前髪上げてもらって、もっぽいんと髪型ポニーテールが人気ってこと、それとも前髪上げてるのがいいよってこと、どっちなんだ、どっちもなのかな。確かにポニーテールとかもあんまりやんないからね、ステージとかだとあんまり。前髪のないポニーテールがいい。ほほん。でもこのもうじゃもうドンピシャなんだね。君には今日のゆい。ピアスいいですね。だってただのボディピアスだけどね。何のあれもない。ファッションピアスじゃない。おしゃれじゃない、ごめんって感じですけども、ツインテールが一番好きだって。ツインテールもね、こう写真とかそういう感じだとやったりしても可愛いんだけど、そんな人見れ見つめないで、何かが始まってしまうじゃない。髪長くなったね、ちょっと長い浴衣の時のツインテール。時はしかもね、浴衣もさ紫だったし、でそうメイクとかもそのステージメイクではっきりだったし、なんか劣るわけじゃないからツインテールしちゃおうかなと。横ちゃんの外羽ね、短く切ったらってこと？好きやばいよ。
今日でもそう髪の毛染めようって思ってるんだったら何色にしよう。なんかその K とか8のこうコンサートがあるって、こうみんなのステージのステージみんなの前でこうステージに立つっていうのが、ステージに立つっていうのがこう延期になる前あったので、何色にしようかなとか思ってたんですけど、こうそれがこう中止になってしまって